これから遺伝子改変技術を活用したでんぷんの代わりに機能性多糖類を蓄積する高付加価値大麦の開発の研究シーズについて紹介します本研究はでんぷんの代わりにさまざまな生理機能を有する機能性多糖類を蓄積した高付加価値な大麦の開発並びに その効率的な開発手法の確立を目指します。本研究では、大麦変異体と遺伝子改変技術を活用して高付加価値大麦を開発します。本研究を担当する研究者は、独自に開発したスクリーニングシステムにより、澱粉の蓄積が少ない大麦の変異体を獲得しています。 その大麦変異体と機能性多糖類を過剰発現する遺伝子改変大麦を組み合わせることで、高付加価値大麦を開発します。現在は機能性多糖類のモデルケースとして家畜の指向性が高く、摂取することによって、人間の健康にも貢献するフルクタンを蓄積する大麦を開発しています。 本研究を担当する研究者は、大麦の形質転換及びゲノム編集技術の高度化に取り組んでおり、豊富なリソース、ノウハウを有しています。これまでに、それらの遺伝子改変技術を可能にする大麦の遺伝子座を同定しています。先ほどご説明したデンプンの蓄積が少ない大麦変異体は、 そのままでは遺伝子改変は難しいのですがその遺伝子座を交雑により導入することででんぷんの蓄積が少なくかつ遺伝子改変も可能な大麦を作出できますこれによりフルクタンを含めて企業様の目的に応じたさまざまな機能性多糖類を蓄積した大麦の効率的な開発が可能になります 具体的なユースケースとして、例えば、家畜の指向性が高い古くンを蓄積した大麦による飼料の高付加価値化を想定しています。これにより、企業、農家様は高品質飼料による健康な家畜育成、ひいては家畜のブランド化などにつながることも期待されます。また、本研究では、企業様の目的に応じて、 フルクタン以外のの機能性多糖類を蓄積すする大麦の開発も想定しています例えばバイオマス燃料に特化した大麦の開発バイオプラスチックに活用可能な大麦の開発などが考えられます本研究ではまずモデルケースとしてフルクタンを蓄積する大麦の開発を進めて効率的開発手法の確立 試験の蓄積をを目指すす。ことを想定しています共同研究では企業様の目的に応じた機能性多糖類を蓄積した大麦の品種開発について連携したりその後の商品化に向けた成分分析試験栽培商品開発について連携したりすることを想定していますこれらについて 大学が保有する閉鎖系育成室を使用することが可能です我々が保有している大麦変異体と遺伝子改変技術を活用することで機能性多頭類を蓄積した高付加価値な大麦を開発しこれまで以上に豊かな人間や家畜の生活の実現に貢献したいと考えています是非 品種開発から商品化まで一気通貫で連携することができる企業様とご一緒できればと思います。よろしくお願いいたします。以上、本シーズンの紹介を終わります。